皆さんこんにちは。GB ヒストリーの霊夢です。解説役のマリサだぞ。今回は初代ポケモンに出てくるトレーナーが使っていた数が多いポケモンのトップ5を紹介するよ。トレーナーは四天王とかも入るの？もちろん四天王もカウントの対象だぜ。その他にライバルやジムリーダーのポケモンもその対象だ。ただ今回は赤緑青で出てくるトレーナーのポケモンのみでピカチュウバージョンは含めていないからそこだけ理解してくれ。なるほどね。初代は何回も遊んできたからこいつが多かったなって印象のポケモンはいるよ。上位の何体かはわかるかもしれないけどおそらく予想は外れると思うぜ。みんなも予想してから見てほしい。そんな意外な結果になったのか、それは楽しみだわ。なお最後には全てのポケモンの使用された数を発表させてもらうからぜひ最後まで見てほしい。ということで第5位の紹介からいくぜ。さあまず第5位にランクインしたのはズバットだ。こいつはロケット団員が使ってきたイメージだな。ご名答、まさにロケット団員御用達のポケモンだ。内訳を見てみるとその圧倒的な割合がよくわかる。20人のロケット団員が使ってきたらそりゃ印象に残るよね。ちなみにロケット団員は全部で38人いるから半数以上がズバットを入れていたことになる。アジトとかシルフカンパニーで数を稼いでる感じだね。そうだな。そしてズバットはコウモリがモチーフだから悪役のイメージにぴったりなんだろうな。ただアニメではタケシが使っていたこともあって初代勢の人は愛着もありそうだな。ロケット団員御用達のポケモンだから上位にいると思ったけどこいつで5位なのか。ちょっと意外だったか？上には上がいるんだぜ。ということで次に行くぜ。続いては第4位にランクインしたポッポだ。あれれ、ポッポはトップ3に入ってると思ってたよ。私も調べるまでそう思ってたよ。多分最初の草むらで戦闘することが多かったからそのイメージがついているのかもな。さあ内訳としてはこんな感じだ。意外と使用トレーナーが限られているんだね。この中だとガールスカウトが一番多いのか。そうだな、メインは女の子トレーナー2人と取り使いが使用してくる感じだ。初代では女の子に人気のポケモンっていう設定だったのかな？図鑑の説明ではおとなしい性格だとわかるからこの世界ではマスコット的な扱いをされているんだろうな。そして意外と数が少なかったのは、進化後のピジョンや他の鳥ポケモンが途中から増えてきたことだな。一応取り使いが使ってくれたけどそれがなかったら結構少なかったね。もう少し好戦的な性格だったら男の子にも人気があったかもな。それじゃ次に行くぜ。続いて第3位にランクインしたのはワンリキーだ。ワンリキーが3位なのは予想つかなかったわ。正直誰が多く使ってたのかも覚えてないよ。確かに少し意外だったかもな。というわけで内訳を見てみよう。ああなるほどね。極端に誰が多いってのがないからトレーナーの印象が残ってなかったのか。ロケット団員、山男、スキンヘッズがほぼ同じ数だからそう思うのも無理はないな。でもこう見たら山男の印象が強いかも。山男は岩タイプのイメージなのにワンリキーを使ってきたから記憶に残ってるのかもな。スキンヘッズはそもそも格闘タイプ使いってことを忘れてる人が多いんじゃないかな。ロケット団員に関してはやっぱりズバットの印象が強いしね。とりあえず脳筋タイプのトレーナーに愛されているのがわかったわ。そうかもな。ただ終盤の時はジムやチャンピオンロードで進化前のこいつが使われていたのはすごいな。野生でも岩山トンネルとチャンピオンロードにしか出てこないのにこの順位はすごいと思うよ。でも私はカイリキーに進化できなかったからワンリキーを見ると少し切なくなるわ。それはお察しするよ。さあさあということで次は第2位の紹介だぜ。さあ第2位にランクインしたのはコラッタだ。ここまで来たらコラッタが1位かと思ってたよ。コラッタはポッポと同じく序盤でお世話になってたイメージが強いからそう思うよね。使ってたトレーナーはこんな感じだ。こいつもズバットと同じくロケット団員が多いのね。そうだな。でもズバットほど振り切ってるわけじゃなくていろんなトレーナーが使用してきたんだ。ロケット団員以外だと短パン小僧が多く使ってるな。なんかポッポと似たようなトレーナーに使われてると思ったけど、全然違うのはなんでだろう。まあ進化前のポケモンで序盤トレーナーが多いってのは同じだけど、あえて理由をつけるとしたら割と現実的な理由かもな。どういうこと？まずコラッタを使うのはほとんどが子供と悪党ということ。そしてコラッタのモチーフはドブネズミということ。ただのネズミじゃなくてドブネズミなの？ネズミはネズミでも英語だとラッタとマウスがいるでしょ？
簡単に言うとラッタは大型のドブネズミ、マウスは小さいハツカネズミのように分けられているんだ。だからコラッタはドブネズミの子供ということだ。ドブネズミか。ちょっと不潔なイメージだね。ただ子供からしたら不潔とか関係ないし好戦的な動物だから人気だったんじゃないかな。なるほどね、そりゃ子供が使うわけだ。もちろん不潔で好戦的なイメージはロケット団員にもぴったりだ。子供と悪党が使ってくる理由はそういうことね。あくまでも考察だけどそんなイメージで設定したんじゃないかと思ってるぜ。ポッポとは同じ序盤ポジションだと思ってたけど、使うトレーナーと数を見ると結構違う扱いをされてたのがよくわかったわ。そうだな、大人のお姉さんが使ってくるのだけは謎だけどね。ということでいよいよ1位の紹介に行くぜ。さあ見事1位に輝いたのはドガースだ。みんなの予想は当たったかな？いや、ドガースが1位なのは予想つかなかったよ。ロケット団員ってそんなに使ってたっけ？初代をガンガン遊んでた人ならここで誰が多く使ってたか気づいたと思うよ。さあ答え合わせだ。暴走族めっちゃ多いね。そう、こいつは暴走族御用達のポケモンでもあり毒タイプだからロケット団員にも使われている。そしてトップ5で唯一ジムリーダーにも使われているポケモンなんだ。なんかドガースがすごいポケモンに思えてきたわ。実際ドガースは毒ガスポケモンということだから全てのトレーナーのイメージにぴったり合っていてすごいぞ。まず暴走族に関してはバイクの排気ガスとドガースが合っている。そういうことか。単純に悪いイメージでたまたまドガースを使ってるのかと思ってた。そして毒ガスなんて悪党が利用するのに最適だからロケット団員が使ってるのもイメージ通り。はぐれ研究員と理科系の男も科学つながりと考えていいだろう。ジムリーダーの今日も毒タイプ使いだし、野生ではストーリー終盤に出てくるこいつを使ってくるわけだ。ちゃんと考えたことなかったけど全てのイメージに噛み合っていたなんて。野生では確かグレン島のポケモン屋敷に出現したよね。ああ、むしろポケモン屋敷にしか出てこないぞ。そう考えるとわざわざみんなポケモン屋敷に捕まえに来たってことか。グレン島には火事場泥棒がいたり暴走族やロケット団員がドガースを乱獲しに来てるんだ。治安としてはめちゃくちゃだよな。そんな島で化石の復元ができる貴重な研究室なんて作っちゃまずいんじゃ？確かに、絶対化石奪われて悪用されそうだよね。ということでトップ5の紹介はこれで終わりにするぜ。次は全てのポケモンの使用数の発表だ。さてここで全てのポケモンのトレーナー使用数を図鑑順に発表させてもらうよ。全体の使用数を見るのは初めてだわ。ちなみにライバルに関しては御三家全て出してきたと仮定してカウントしてるよ。さあ結果はこんな感じになったぜ。なるほどね、御三家では人影が一番多いのね。炎ポケモンが少なくて人影を使わざるを得なかったトレーナーもいるからな。あとピクシーは誰も使ってなかったんだね。今思い返すと確かに使われた記憶がないよね。あれ？コダックも使われてないっけ？そうなんだよ、水ポケトレーナーはいっぱいいたはずなのにな。釣り人とか海パン野郎とか結構数がいたのにね。ニョロボンは進化系だからしょうがないとしてコダックがゼロなのはかわいそうだわ。進化前が使われてない珍しいパターンだったね。石つぶてとベトベターも結構良い線いってたのね。山男が貢献してくれたけどワンリキーと違って他のトレーナーにあまり使ってもらえなかったからね。ベトベターはドガースと同じトレーナーによく使われてたのに惜しかったな。さすがまたドガスも意外と多いのね。もちろん暴走族ブーストがあったからね。そんで図鑑後半のポケモンはやっぱりレア枠ってこともあってトレーナーが出してこないポケモンが目立つね。トレーナーが出してこなくて野生でもあまり出ないポケモンは攻略本なしでは見つけるのがきつかったよね。というわけで今回はトレーナーが使用してくるポケモンの数をカウントさせてもらったけどどうだった？意外と自分の記憶と違ってて驚いたよ。そうだよな、出してくるポケモンの数を気にして遊んだことなかったから私も意外だったよ。こんな感じでまだまだ知られてないポケモンの情報を発信していくから、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いするぜ。気軽に感想コメントもしてくれると嬉しいよ。それじゃあまた別の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。